近所ポッドウォーク。ナビゲーターの南です。金城学院大学のチームしぼりんが有松鳴海しぼり記念会館を紹介します。今回取材した有松は慶長13年西暦1608年東海道に生まれた町です。阿久井荘、現在の愛知県知多郡阿久井町から移住した武田庄九郎をはじめ8名により開かれ、しぼりの名産地として発展しました。名古屋市では珍しく、ナマコ壁やうだつが上がる江戸時代の商店が立ち並ぶ町でもあります。そして名古屋市の町並み保存地区に指定されたこの町は、古い建物を残すだけでなく電柱を地中化するなどして景観を守っています。こんにちは、レポーターのゆかです。レポーターのひかるです。私たちは今、有松鳴海しぼり会館に来ています。ここでは、しぼり実演を見たり、しぼり体験をすることができます。また、しぼりの歴史資料が分かりやすく展示されており、気軽に有松しぼりの世界を満喫することができます。それでは早速、中に入ってみましょう。1階の店内には、洋服から小物まで絞りで作られた商品がたくさん並んでいます。ネクタイやポーチ、ハンカチ、扇子など普段使いで絞りを楽しむことができます。絞りはすべて手作業のため、一つ一つ柄行きが異なります。細かな違いを見つけながら選ぶのも楽しみの一つですね。今から館長の近藤さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。まず、有松絞りとはどのようなものなんですか？まあ、有松絞りができたのはおよそ今から400年ほど前にできたわけでございますが、絞りというものは世界でも最も古い染色法の一つでございまして、布を織ったり畳んだり糸で縫ったり糸を巻いたりするのが絞りでございます。この会館はいつ頃建てられたものなんですか？昭和59年で、西暦の1954年ですにできました。何を目的として作られたんですか？やはりこういうものを、伝統工芸品を残すために皆さんと相談して出かしました。そうなんです。ありがとうございました。こちらの資料館では様々な絞りの技法が紹介されています。また絞り甲冑も間近で見ることができます。こちらの甲冑は布の部分が絞りで作られており、有松絞り祭りでは武将隊が実際に装着し街並みを練り歩きました。今から伊藤さんに有松絞りの商品を紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。有松絞りの商品とはどのようなものがありますか？はい、はい、いろいろございます。ハンカチから始まりまして、はい、ネクタイだとか浴衣だとかいろいろございますけど、すべて手作業でございますので、一つずつ全部特徴が出ておりますのでね、絞りの、はい、とてもよろしいと思いますよ。はい、これは全部絞りなんですか？そうです。技法はいろいろありますけどね、いろんな技法を使っておりますけど、はい、全部、はい、手作業です。例えば私たち世代が気軽に使える商品とはどのようなものがありますか？そうですね、手軽に持っていただくには、こういう化粧ポーチですね、こういうものをちょっとバッグに入れていただいてね、はい、こちらがシルクで、こちらが綿でできておりますけれども、はい、それとあと髪の長い方ですね、そういう方にはこういうシュシュがございますので、こういうシュシュも可愛らしい、可愛い、はい、可愛いシュシュがございますので、ぜひお髪につけていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、有松しぼりのマスコットキャラクターであるしぼりーちゃんは一般公募の中から選ばれた作品です。考案者は当時14歳の中学生の女の子で、さまざまなしぼり方をまとった可愛いキャラクターに仕上げられています。今度は実際に有松しぼりを作っていらっしゃる中島さんと松岡さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。いつから有松絞りを作っていらっしゃるんですか？私は小学校2年生ぐらいからね、やり始めました。うん、お母さんもやっとくね。はい。このように
に作業できるようになるには何年くらいかかるのですか？そうね、まあ2、3年はかかりますね、はい、有松絞りの魅力とは何だと思いますか？そうですね、まあ、やはり手で作業いたしますのでね、手作業 の、 その味っていうかね、はい、その辺がいいところかなと思います。ありがとうございました、はい、撮影当日、小学生の皆さんが体験学習に来ていました。そこでゆかちゃんとひかるちゃんにも染める前の縫う作業を体験してもらいました。でしたか？今日は有松絞りを体験して身近に感じることができました。今日私たちが作った作品が届くのが楽しみです。皆さんもぜひ有松絞りの世界を体験しに来てください。私たちが作った作品が染め上がりました。このように縛られています。では早速ほどいてみましょう。このように出来上がりました。同じ技法を使ったはずなのに模様の出方が微妙に違うね。本当に世界に一つだけのハンカチが出来上がったね。今回お届けしたのはレポーターのゆかとひかるでした。金城ポッドウォークは金城学院大学生が出演、演出、編集を手掛けた日本初の地域情報番組です。お楽しみいただけましたか？今もたくさんのチームが取材をしています。街角で見かけたら気軽に声をかけてくださいね。チームしぼりーの皆さん、お疲れ様でした。それではまたお会いいたしましょう。ナビゲーターはみなみでした。 See you next podwalk.